こんにちは、還暦 YouTuber 仲人ハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことをたくさんお話ししています。話の内容が参考になると思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。月曜に結婚、婚活、恋愛心理学のお話を、また水曜、金曜、日曜には近隣の史跡やパワースポット、博物館やデートスポットなどたくさんご紹介しています。結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。今回は結婚相手に選ぶ女性のタイプ5選というお話をニューバージョンでお届けします。今回は男性が結婚相手に求めるタイプ、1、価値観が自分と合う人、2、信頼関係で結ばれている人、3、感情が安定している人、4、任せられる経済観念の人、5、困らないだけの家事ができる人、こんな内容のお話をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。私は結婚相談所の仲人を始めてから2022年で14年目になりました。男性がお見合い相手に選ぶ女性はどうしても見た目がいい女性を優先する傾向にあります。ですが、どんな女性を結婚相手に選ぶと幸せな未来があるのでしょうか。女性が男性に求める条件があるように、男性もまた女性に求める条件があります。加えて男性は生涯を共にする結婚相手と楽しい交際の恋人では明らかに違うタイプを求めると言います。男性から結婚相手に求められるタイプはどんなタイプの女性だと思いますか。1、男性が結婚相手に求めるタイプ。1、価値観が自分と合う人。ただの交際ではなく結婚を考えた場合、生活していくことを考えると価値観が合うことはとても重要になります。好きな食べ物、嫌いな食べ物、また趣味や思考が一緒だと理解しやすく、一緒にいることがさらに楽しくなることでしょう。また感性が似ていることも重要と考える人は多いです。同じ事柄で笑えたり感動したり、逆に嫌悪感を抱くものや場面など、捉え方が理解できる相手だとお互い気分よく生活しやすいことと思います。将来に対するビジョンが同じ方向を向いていることも双方が理解しやすい事柄になるでしょう。例えばライフスタイルや子育てなど、お互いに似通った考え方であるなら揉め事は起こりにくいことと思います。違う家庭で育った他人同士ですから、考え方も価値観も違って当たり前なのですが、たとえ違っていても理解できる範囲内の人となら補い合って譲り合ってやっていけますね。育った家庭の生活レベルや家庭環境が似通っていると価値観は合いやすい傾向になります。2、信頼関係で結ばれている人。結婚相手には誠実で心から信頼できる女性を求めるものです。嘘つきや皮肉屋ではなく、誠実な人柄で人に優しく思いやり深い人なら信頼できますよね。やはり男女を問わず誠実で信頼できる人であることは結婚相手には必須条件かもしれません。簡単に浮気をしたりということもないでしょうから。最近結婚されたお笑いの方で、自分のことを一番理解してくれて誰よりも自分を信じていてくれる、そんな彼女と結婚できて本当に幸せですねっておっしゃっていました。結婚しても信頼関係で結ばれている相手との結婚は長続きするものだって言いますよ。3、感情が安定している人。一緒に生活することを考えた時、感情の起伏が激しく、いつもイライラして自分の気分で男性を振り回すようなタイプだと男性は安心していられません。毎日同じ屋根の下で生きていくのが結婚です。当然生活の中の些細なことが気になることもあれば、それが積み重なって大きな問題になることもあります。それを短期でネガティブな女性といれば、あなたは息が詰まる思いをすることになります。そして何かあるたびにマイナス思考に物事を捉えたり、落ち込んだりへこんだりしやすく、家庭を任せておくことが心配になってしまうかもしれません。そんな時、何か問題が起きた時でもポジティブに物事を考えるタイプだと落ち込んだりへこたれたりということも圧倒的に少ないことでしょう。いつも心軽やかに感情が安定している人なら安心していられるし、気持ちも救われるので絶対的に幸福度が上がりますね。4、任せられる経済観念の人。結婚して生活していく上で、日常の買い物から生活にかかる様々な費用など、
2人で協力して生活していくにしても、細々としたものは圧倒的に女性にお任せすることが多いものです。そんな時に物の価値をきちんと把握していて、生活一般に必要なものの金銭感覚が普通であることはとても大切なことだと言えます。例えば生活費と決めているところから、ブランド物の洋服やカバンや財布など物欲を抑えられず買ってしまうような女性だと、そんなところから生活の破綻が始まってしまいます。男性は基本仕事が一番大切だって思っている生き物です。そんな時、家庭を任せて安心なしっかり者の女性を求める男性は多いでしょう。男性も女性を支えたいと思っているけど、男性だって時には癒されたいって思っているものです。やっぱりそれなりにしっかりしている女性を求めるものですよね。そうすれば助け合って補い合ってやっていけますね。丸5、困らないだけの家事ができる人。結婚相手と考える年齢の女性だとしたら、育ってきた家庭において食事の支度や後片付け、洗濯など家事を何もやったことがないという女性はそれほど多くはないと思います。男性なら家事が得意な女性には魅力を感じるものでしょうし、結婚相手には料理上手な女性を求める男性はやっぱり多いです。ですが、お料理が特別得意でなくても、美味しく作ろうっていう意欲さえある女性なら、料理の腕は日々成長しますから問題ありませんが、家事全般に意欲がない人を結婚相手に選んでしまうと、日々の生活が安定して送れなくなってしまいます。終わりに、最近結婚願望の少ない男性が非常に多いように感じます。しかし本来結婚ってとても素敵なものです。男女お互いの努力と思いやりの気持ちを持ち合えば、きっと幸せな結婚生活が送れるはずです。あなたを理解して、足りないところを補い合って、助け合ってやっていける。生涯のパートナーがいれば、絶対的に安心で心強くなるでしょ。そしてあなたは、そんな奥様や家族のために気持ち新たに頑張っていけるでしょう。そうなれる素敵な奥様を見つけてくださいね。それでは今日はここまでで、次回水曜にはデートスポットなどご紹介しています。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。